は、使われなくなったギリシア文字の一つ。フェニキア文字の茶でに対応し、パイとの間に置かれた。ミュート、字型はニルが異なる。コリントス湿度のツボ。ペルセウスの名を3を使ってパイと記す、早期のギリシア文字には3とシグマの両方の字が含まれており、当初両者は異なる音を表していたのかもしれない。しかしほとんどの方言は一種類の摩擦音しか。 持っていなかったため、両者は同じ S 音を表し、地域によってどちらか片方の文字だけが使用された。最終的にシグマに統一され、サムは用いられなくなった。文字名称さんはフェニキア文字のシャンに由来し、シグマの別名であったが、この文字に転用された。ギリシアでこの文字が本来何と呼ばれたかは分かっていない。なお、紀元前六から五世紀のアナトリア半島の イオニア方言で使われ、ts のような音を表し、賛否の固形とされる、もフェニキア文字、さでに由来するという説があるが、サンとの関係は明らかでない。借用した、イタリアの、は、コエトルリア文字では保たれたが、紀元前6世紀頃から変形し始め、ルーン文字のキのようになった。ありがとうございます。